採用試験は、日本記委員などで採用されている囲碁のプロ騎士を採用する試験。騎士採用試験に合格し、プロ騎士となることを指して、日本囲碁界では入団という。そのため、騎士採用試験は入団試験とも呼ばれる。2019年現在、日本記委員の騎士採用の種別には、正騎士、女流特別採用騎士、女流特別採用推薦騎士、 外国籍特別採用騎士、英才特別採用推薦騎士がある。採用年齢には制限があり、原則として23歳未満でなければならない。また、日本棋院以外のプロ団体で騎士としての段位を取得したことがあると判断されたものは、試験を受けることができない。騎士採用試験の合格者は4月1日付での採用となるが、口述する東京本院課期採用騎士のみ、 試験合格後より仮採用が認められ、各棋選にも出場できる。日本棋員が行う、正規士採用試験で合格することで採用となる。2019年現在、正規士の採用枠は、東京本院下期採用が1名、東京本院登記採用試験が2名、関西総本部採用試験が1名、中部総本部採用試験が1名の、各年度5名である。 東京本院課期採用試験日本記員の陰性研修で所定の期間の成績が1位となったものが採用される。東京本院登記採用試験8月から11月頃にかけて行われる試験で上位2名となったものが採用される。試験には日本記員の陰性とそうでないものの両方が参加する。まず外来受験者による予選が行われ。 外来予選の通過者と成績上位の陰性による合同予選が行われる。ただし、陰性の成績上位者の一部は合同予選を免除される。そして、合同予選の通過者と合同予選を免除された成績上位の陰性による本選が行われ、上位2名が採用となる。その他の試験においても同様であるが、予選や本選はいずれも総当たりのリリーグ戦で行われる。 中部総本部採用試験、関西総本部採用試験試験のシステムは、東京本院登記採用試験と、概ね同じで、8月から12月頃にかけて、開催される。外来予選は行われない場合もあり、合同予選、本選を経て1位になったものが採用される。なお、平成29年度以降は、外来受験者を含む合同予選や本選は、 関西総本部と中部総本部が各年で行うようになり、行わない側は陰性研修リーグの成績で採用機士を決定するように変更されている。女性のみが参加できる女流棋士特別採用試験を突破することで入団することができる。女流試験は12月から2月頃にかけて行われる。外来予選は行われない場合もあり、合同予選。 本線を経て上位になった者が採用される。原則として採用されるのは、各年度一名。かつては15歳未満は、試験に参加できず、女性であっても、正騎士採用試験に参加しなければならなかったが、後に、この規定は廃止されている。なお、女流試験ではなく、正騎士採用試験で入団した、女流騎士は、過去に、宮崎島子、桑原陽子、加藤恵子、 シャイアキラの4名がいる。以後の国際的な普及を目的として、所定の成績を収めた優秀な外国籍の日本、金陰性、または陰性経験者が5から6年に1名程度の見通しで採用される。ここで言う、外国籍は、以後先進国である日本、中国、韓国、台湾、北朝鮮を除外した諸国。 外国籍特別採用騎士として採用された騎士には、ハンスピーチ以来19年ぶりに、欧米出身の日本金騎士となった、アンティトルマネン、世界初の東南アジア出身の騎士となった、ソトミヤス及びフィトララフィフシドキラがいる。外国籍特別採用騎士は、 年齢制限の例外が認められており、トルマネンは26歳で入団を果たしている。女性がプロ棋士になる条件を緩和する目的で、2019年度より導入された。導入の経緯について、日本棋院副理事長の小林聡氏は、才能ある女性が増えたのに、騎士になれず去っていくのが惜しまれる現状がある。実力がある人は早く、プロにして鍛え、世界を目指したいと語っている。 採用の対象となるのは日本棋院生性及び院生経験者で所定の成績を収めて院生師範の推薦を受けたもの。2019年度は女流特別採用推薦棋士で6名の女流棋士が誕生し、女流特別採用棋士、英才特別採用推薦棋士と合わせて8名の女流棋士が日本棋院で誕生した。日本の囲碁界が国際棋戦で 中国や韓国に遅れを取る中、国際棋戦での活躍を期待できる棋士を養成するため2019年度より導入された。日本棋院棋士採用規定では、その目的を我が国の伝統文化である軌道の継承発展、内外への普及振興であるとし、採用の対象となるものについては、以後世界戦で優勝するなど、目標達成のために棋戦に参加し、最高レベルの教育、 訓練を受けることができるものとしている。採用の年齢は、小学生を原則とし、日本棋院の騎士2名以上の推薦がある者が、採用の候補となる。候補者の実績や将来性を評価し、日本棋院の現役7大タイトル保持者及び、ナショナルチームの監督、コーチのうち3分の2以上の賛成を得た上で、審査会及び、常務理事会を経て、採用を決定する。 英才特別採用推薦棋士制度により、2019年には中村すみれが日本議員史上最年少での入団を果たしている。女流特別採用棋士、外国籍特別採用棋士、女流特別採用推薦棋士、英才特別採用推薦棋士は特別採用棋士として、正棋士とは異なる扱いを受ける。には棋士と同じように参加することができるが、 給与や対局量が正規士に比べると劣るものとなる。また、特別採用騎士の席次は同団員の正規士の会とされる。ただし、公式棋戦において優勝内し特に優秀な成績を収めた場合、または所定の団員に昇段した場合は、資格が正規士に変更される。 2019年度から2002年度から2018年度1989年度から2001年度、関西基因は基本的に陰性の成績で採用している。一方で、外来からの採用として、外来騎士採用試験も行っている。アマチュアとして、顕著な成績を収めたものを対象としており、関西基因騎士との試験対局の結果により、合否が決定される。 特例で入団が認められた騎士もおり、陳義美栄や坂井秀幸は試験の結果飛びつき後段で入団している。外来騎士採用試験が導入される前には、研修騎士制度という制度があった。最年少入団、中村すみれ女流騎士特別採用試験での最年少入団、藤沢里奈聖騎士の最年少入団、長地君最年少入団、村川大輔。 ありがとうございます。